ルファクトリー3スペシャルの続きやっていきましょう。おやすみ。ということで、2年目夏の15日、大物釣り大会やっていきましょう。挨拶をしたら釣りへ向かうという感じですが、あとは今日は、依頼をこなすのはちょっと大変だと思いますんで、代わりにと恋人っぽいことができないかなというのをちょっと探していけたらかな。いやでも釣り大会だからな、その間に恋人っぽいことできるぞみたいなのはあるんだろうかね。まあ、とりあえずいろいろ試してみましょう。お、お罠出来上がってる？ビッグキャット、出来上がり。これも材料渡していけそうだけどな。花束の材料は、多分自分が今持ってるやつもいけると思いますからね。今日は大物釣り大会、間違いわよ。おお、なんかすごいシンプルないい会話だったな。ムーンドロップ層植えたやつは今、育成途中ではありますけどね。冷蔵庫のあるやつ、持ってってみようかな。これで持ってきるんだったら、あらかじめ用意しておけば、楽勝だったねって、なるかもしれないし。それを今のうちに確認しておくっていうのも、なんか2周目とか個人的に遊ぶときに役に立ちそうな情報にはなるかもしれない。ここレベル2で。お、レベル10ピーマン出来上がったぜ。やったー。これも出荷しておきましょう。よし、9時になりました。大物釣り大会の方行きましょう。みんなもう釣り竿を持って準備してますね。砂に住んでる魚以外なら食べる気にはなるからね。おん。ということは、砂地の砂ヒラメとか、あの辺はヘーゼルさん嫌いなんだな。そういう情報は大事だよね。表彰式までにより大きい魚を釣ったものが優勝。遅れたら失格。参加しましょう。まあ、100センチのときめき体とか釣れば、よっぽど負けないと思いますけどね。とりあえず参加してみましょう。魚釣りちょっと嫌っぽいけど、一応気合入れて参加してくれるのかな。危ないから男女には行っちゃダメだよ、お兄ちゃん。あらあら。おお。なんかこんな気の使われ方、前まではなかったもんな。感慨深いですね。成功を祈ってるよ。おはようございます。勝つ。すごいやる気だね。いつもよ。この後、燃え尽きるのよね。というのは意外だな。鉄は熱いうちに打てというか、なんというか、熱しやすく冷めやすいタイプなのかな。情熱的なのはいいと思いますけどね。そして、釣れたー。140センチ。やば。え、もうこれ優勝じゃない？ふっ。楽勝なゲームだったな。小さい魚を釣るわ。いや、今年ももう釣り大会優勝してしまいましてね。これもう優勝確定だから、あと遊んでていいんじゃない？これよりやばい魚釣ってくる人いるかな？あんたには負けないぞ。じゃあ、頑張って140センチオーバーを釣ってくれね。おしゃべりなんかしてる余裕あるのか？あるんだな、これが。勝負したいなら命がけで来いよ。そんなルリア爆弾じゃないんだから。でもまあ、油断することなく、他にもでかい魚がいないか、探してみるだけ探してみるのは大事かな。この辺りとか、いないかな。おお、いる。でもこれ140はないような気がするけどな。115センチ。140センチには及ばないな。こういうの教えてくれるのいいよな。でっかーい。あれ？前見た時より、なんか、より一層でかくなってる気がする。あいつ何者なんだろうな。なんか、特殊ボス的な感じで倒したらなんかいいことあったりするんかな。やお。ちょっとチャレンジしてみるのもいいかもしれませんね。ステップインブーツ。装飾レシピパンはまだ物を覚えられるんだな。頑張ってみるのもいいかもしんない。入れ替えるためにボス変わるやん。ぐる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 。ああ、じゃあここのゲートからはなんかでかいモンスターがちょこちょこ出てくるっていうだけであって、なんかあれが出てくる、これが出てくるって明確に決まってるわけじゃないのか。なるほどね。じゃあ装備品に自信ができたら、あそこで、ああ、もういなくなっちゃった。装備品に自信があるんだったら、あそこでボスと戦ってみてくださいねってことか。ちょっと一回やってみようかな。まあ、今日は釣り大会もあるし、カニとデートもしたいから。おう、前みたいなこいつあったかな。まあ、今日はいいんですけど。なかなかいないな。やっぱ冬のインバエル川の入りたてのところぐらいが一番でかい魚見かけるイメージあるんだよな。でかいマグロとか釣ってみたいよね。釣りってどうやるのかしら。街の人、まあ釣り堀とかあるからな。やってる人も多いと思うんだけど。釣りに一切興味ないっていう人ももちろんいるって感じなんでしょうかね。間違えました。ちょっとモンスター多すぎて、
非常に鬱陶しいので、サラマンダーを使ってみるよ。痛い。火属性でいい火力になってるかな。こいつの連続攻撃鬱陶しすぎる。連続攻撃は鬱陶しすぎるぜ。こんな感じかな。よし。では持ち替えてでかい上衛を狙いましょう。かかりなさーい。やったで。おお、150センチ。なんだ、ときめき隊よりマグロの方がでかいのか。ということは、狙う価値は全然あるですね。120センチのブリ。いや、これでも全然優勝圏内だと思うんだけどな。なるほどね。ブリやマグロを冬の川で狙うのが、一番手っ取り早いのかもしんないね。でも遠距離系の、あー間違えた。遠距離系の攻撃を使ってくる。モンスターが近くにいると、厄介だから、それだけは気をつけてって感じかな。でもなんかでかい領域に絞ると、ちょっと珍しい魚とかが釣れるから、その辺は嬉しいというか、やってて楽しいポイントですね、これ。他のたくさん数釣ろうぜっていう時はなんか、とりあえずこの釣りの成功に集中するみたいな感じありまして、まあその回数を重ねるのが楽しいって部分あったと思うんですけど。こうやって大物だけをピンポイントで狙っていこうぜっていうのはなんか、どの魚に注目をするかっていう、魚釣りのまた、楽しいと思うポイントがちょっとだけ違うっていうのがいいですね。にしても大物釣るんだったらやっぱこの辺がいいのかな。それこそこの辺以外でもっと大物釣れそうな場所を探すでもいいんですけどね。砂漠でもちょっと探してみようかな。春と冬は OK だったよね。夏の砂漠の珍しいやつ。16時。あれ ?16 時から17時だったっけ ?17 時から18時だったっけ?忘れちまったけれど。でかいやついっぱいいるね。ちょっとそろそろ行った方がいいかな。ちょっと時間忘れちゃったぜ。とりあえずこいつだけ釣ったら。戻りたいんだけど。お邪魔するよ。お前なんて釣りをしてやるぜ。バン!釣り上げた瞬間にこれかよ。許せませんね。17位が結構ギリギリだったはずだから、ちょっと時間を忘れてしまっているから、急いで向かわなくちゃ。18位までだったよね。ウェールズさん。お、結果発表の時間だ。よかった。時間間違えてなかったね。結果が出たようだぞ。今回の優勝は?お、よかった。150センチを釣った妹だ。ありがとうございます。今回のレベルはどれぐらいかな?ん?準優勝は54センチで偉く、3位は36センチでしのめだ。みんなよく頑張った違いまで精進を怠らないように。楽勝だったな。そして相変わらず料理、かき湯レシピパンをもらっていく。あら、おかえりん。勝ったよ。今日って何の祭りだったっけ?これは恋人になってもあんま変わらないっぽいな。もっと店に顔出しにか、あー、最近会ってなかったか。これ1週間ぐらいかな ?5 日ぐらいかな?一回も話してないと、なんか、久しぶりだねって言われちゃうんだよね。ペルちゃんには自慢せん方がいいよ。めんどくさいから。ちゃんとお魚リリースしたって言われるわけね。優勝したんだって?これ、自慢するとめんどくさいことになるっていう話だったね。自慢してみようか。何も知らないお魚さんをあの手この手で騙して捕まえるなんて、横暴だよ。釣りだよ。うん、めんどくさいことにはならなかったと思うけど、普段とはちょっとテンションが違うな。お疲れ様。釣り人には引っかからなかったね。マリオンが誰かを釣っているところを見たことないけどな。さすがにその大きさを一人で食べはるんは大変そうですな。そら遠回しに半分分けてくれと言っているのか。大丈夫ですよ、まだ若いですから。これダメなやつだ。さっきを出させるんじゃないよ。気をつけなはれや。という感じのいつもの流れでした。相変わらず釣りは楽しいですね。頑張って釣りました。そういう楽しみ方もあるような。命もかかってない限り俺にはできそうにないけどね。ガジさんもなんか、明日の食事に困ってるレベルじゃないと、本気で釣る気にはなれないみたいなこと言ってましたもんね。まあ俺も多分そうだな。もうよっぽどこれで、釣りで魚を釣り上げることができなければ命に関わるっていう状況じゃないと、魚釣り本気でやろうとか思わないかもしれない。釣り大会が無事終わったところで今日は寝ましょう。ごやすみ。
おはようございます。2年目の16日やっていきましょう。今日は特に何もない日ですね。カリンのイベントを進めようぜ。カリン、カリン、こっちはないかな。ヘーゼルさんの依頼こなしたら釣り出るかな。ちょっと見てみよう。少なくともポストの方にカリンのやつがないんだったら、カリンのやつあるとしたらこっちっていう可能性もあるしね。カジさんなどなどありますか。うん。OK。とりあえずヘーゼルさんの依頼をこなしましょう。ん？おお、来た瞬間に来るんだ。カリンも一緒なの？ってことは実質カリンのイベントこれ。何があったんだい？今日は二人に用事があったんでね。今から寝ようと思ってたのに。抜き打ちテストだよ。何の？お店の経営に関するかい？あんたが雑貨屋としてどこまで成長したのかこの目で確かめてもらおうと、確かめさせてもらおうと思ってね。なぜ僕まで？この前一緒に協力してやったからかな。お、ちょっと興味あるんだ。前向きなのはいいことだね。簡単なことだよ。私が料理や装飾品やらの名前を言うから、その材料になるアイテムを選んで私に渡しておくれ。不正解ならその時点で失敗と見なすから。全部なんて覚えてるわけないじゃない。どうせあんたの知識なんて、うろ覚えの釣り針だらけだろうから、芋にだけは頼ってもいいよ。そうなの。芋ならそういう知識もありそうだしね。頼られましても。じゃあ始めるよ。うん、生き字引として頑張らなくてはいけないの。第1問。野菜炒め。野菜のどれかなんだけどさ。野菜炒め？ほかほかの芽は使わないよな。石とブドウは違うよね。キャベツは使ったと思うんだけど。キャベツ合ってる？ちょっと不安なんだけど。確かに受け取ったよ。あ、でも続きがあるということは正解ってことか。安物の腕輪なんてどうだい？装飾品は鉱石を土台にしてるから、全部鉱石なんだよな。株、ボークのボロ布は違うんだけど。安物の腕輪ってどう使ったかな？安物だから銀と金は違うんだよな。鉄です。俺も自信ないよ。ヘーゼルさん。自信はどうだい？いいのかい？でも失敗とみなされてないってことは成功ってことでいいんだよな、これ。最後は、ダイヤモンドの指輪だ。明らかにあれが必要なんだけど。ゴールドリング、レアな期間プリン、シルバーリング、ダイヤモンド。ダイヤモンドの指輪にダイヤモンド使わないことないでしょ。むしろダイヤモンド以外いるやつあるんかな？これだよな。嫌いなものも触れってこと？選びたくなかったけど。見るのも触るのも嫌っていうレベルなんかな？これでいいんだね。お、結果発表会？テストはこれで終了。結果は、じゃさないでよ。このドラムローラー誰が鳴らしてんだろうね。おお。こんなファンファーレあったんだな。全部正解。当たり前じゃない。かなりうろ覚えだったけど。俺もうろ覚えだったけどね。これで私も心置きなく引退しちゃうの？そういうわけはダメだと思うけど。もうハンターたちは立派な商売人だ。これから二人でこの雑貨屋ダイヤモンドを盛り立てていっておくれ。そういう話なの？はぁ？僕もまだそこまではちょっと、イモ君にはしご外されるとは思ってなかったか。もともと書きた覚えもないけどな、そんなはしご。この店の名前はありえないでしょう。この店の名前はねえ。プロポーズの時のプレゼント、そうだったんだ。青春の思い出だかなんだか知らないけど直球すぎるんだよ。店を継ぐなら即座に解明するから。じゃあ何にしようって言うんだい？決めてるのかい？雑貨屋芋。青春の思い出になってるよりじゃねえ。あたこそどういう潜水してるんだい？気になる男の名前を店の名前にするなんてそっちの方がよっぽど直球じゃないか。別にそういうこと思ってないわ。心の声読まれている。お母さんだって、帰ろうかな。でもこれ恋人になったイベントではあるっぽいぞ。まあ、ヘーゼルさん側のギリギリ、カリン恋人になったかなってないかぐらいのタイミングのイベントかもしれないけど。イチャイチャしやがってよ。まあ、楽しそうで何よりですけれどね。という感じでございました。この後になったらカリンのイベントが追加で来るのか、まあ、またなんか条件が違うのかはわかりませんが、のんびりと待っておきましょうかね。カリンはハート10だし、ヘーゼルさんはまだ9だけど、イベント自体は、のんびりやってれば進むと思いますんでね。お、ムーンドロップ出来上がってる。やったぜ。これ他のやつも大体出来上がったかな？ 1,2,3 だから、あ、あとあれか。マジックレッド？出会ってたっけ？チャームブルーだよ。マジックレッドは違う。とりあえずチャームブルーが秋出来上がってると思いますんで、それだけ、
完成形を取りに行けば、依頼も進むかな。そっちもついでに見ちゃいましょうかね。ベルシャー。サクちゃんと初めて会った時ね、この子とならお友達になれるかもと思った。運命の出会いだね。秘密、照れちゃってもう。でも、ごめんな。俺にはカリンがいるから。チャームブルーは出来上がってオールかい、出来上がってる。タイミングバッチリだね。さてと、お花全部手元に残ってたと思いますんで、この状態で、おはようございます。足屋さんにあげればいいのか。トイハーブ、ムーンドロップソー、ピンクキャット、チャームブルー、リボン、ブローチ。ん、おじいちゃんがあんまりにも頑固なんで、モニカに帽子が欲しいってねだらせました。作詞ですね。そういう話だったんだな。編み物がしたいのとかプレゼントがしたいのみたいなところを逆手に取った感じかな。とりあえずシアさんに渡せばいいんだな。なんというか、ウェルズさんに直接渡せばいいのかなって一瞬思ったけど。で、こういう聞き方をするということは、やっぱり、種をあげるから作ってあげてくださいね。まあ事前に作ってあればそれでもいいですよっていうパターンあったかもしれませんね。まあちょうど、あれ、もらった種で出来上がったんで、これを渡すとちょうどいいんじゃないかな。あと、トイハーブで、おぉ、うなりちゃったけど。花束の花の部分は OK だね。で、こちらがエリザさんからもらった花束の材料リボンで、最後はガジさんに一晩で作っていただいたブローチです。よし、これでバッチリですね。おじいちゃんに頼んで花束にしてもらいましょう。サクッといけるかな？おお、なんだその怖い目は。できなかったかい？ほら、わしの仕事じゃない。しや、お前がやってみろ。なんと。急に何を言い出すんですか？私はおじいちゃんみたいに綺麗に作れないですよ。見た目の問題じゃない。お前が感じるままに作ればよい。やってみろ。シアさん。お願いします。ウェルズさんが丹精込めて作るより、シアさんが丹精込めて作った方が気持ちが伝わると思ったのかな？お姉ちゃんならできるよ。わかりました。頑張ってください。やってみます。明日までお時間遅れませんか？わかりました。よろしくお願いします。過不足も力強い灰だったね。おー、なるほどね。明日を待ちましょう。モニカちゃんはこの街は好き？どんなところが？罠が綺麗。お祭りも楽しい。お兄ちゃんもいる。完全にあしらってる感じやな。お、あたいは芋くんがハブだからって何も変わらないよ。だってあたいより小さいんだもん。そういえば小さかったな。小さい状態のお話しかけは特に何も変わらないんだよな。ガーリン。疲れてるの？いつも通りだけど。これは前も聞いたな。それじゃあちょっとカリンとデートしてみようか。ブリベラの森の花畑。なんか変化あるんかな？やっぱりイベントが進まないとこれ以上はないとかなのか。あとは、これ変身した状態でもイベント発生するの？変身した状態でなんかやりとりできたらそれはそれで面白いかもしんない。おお、変身してるね。ててん。いい香り。楽しそうだね。ちょっと休んでいこう。変わってないかな？何をしてる時が一番楽しい？全部なんかそこまでだったよな。私はダメそう。やりたいことがあるね。結婚とかなら。ないかなって答えたかな。ないかな？なんでって。考えるだけ、ああ、聞いたな。お花畑って落ち着くね。寝ちゃったよ。よん。昼休みしに来たの？子供の頃はよくここで遊んでたわ。へえ、そうだったんだ。そら何元気。特にデートで内容が変わるという感じじゃないらしい。やはりイベントをこなしていかないといけない系っぽいな、これ。あるいは平泉さんの仲良しのマックスも必要とか、なのかな。ん？ゼゼの部屋が来てないんです。なんとかしてください。あれ？簡単依頼受けられるのこれ。受けちゃおう。グルーファさん、帰ってください。あれ？帰ってください。依頼を受けに来たんですけど。ダメでした。なるほどね。簡単依頼ではするけど、達成はできないんだな。
掲示板の簡単依頼をこなしておこう。お小遣いが足りない。もういいか？虫カステラを作ってあげると思ったんだけど、一個だけ材料が買えない。お手伝いなんだい？虫カステラの材料一個だけ持ってきてください。お任せください。あれ、虫カステラって、蜂蜜使わなかったっけ？蜂蜜で良ければ今あるよ。他のやつもあったと思うけど。あれ、ダメだった。虫カステラの材料これじゃなかったっけ？じゃあ卵で。はい、どうぞ。モニカの大切なものだけ俺にあげるね。何くれんだろうね。ありがとうございます。お、綺麗な雲糸だ。これあれだな、途中の釣り座を作るときとかは結構ありがたかったよね。雨降ってきたところで今日寝ちゃいましょう。おやすみ。おはようございます。2年目の夏17日、マリオン誕生日やっていきましょう。緑色の野菜が好きという話だったんで、緑色の野菜を持って行ってあげましょう。緑色の野菜の中で特に一番好きなのは何とかあるかな？ピーマンはまあまあだったよな。ほうれん草？春ならキャベツかなとかも言ってましたけど。かぼちゃって外側しか緑色じゃないとか判定されたりするんかな？かぼちゃ、緑色と思わせておいて中は、緑色じゃないじゃないって怒る？なくはない。中までしっかり緑色のほうれん草の方が喜んでもらえるかもしれない。ということでほうれん草持って行ってあげよう。あとはシアさんの花束作りが今日、無事終わっているはずなんで、それも見に行きましょうかね。さてどうかな？もう早速行っちゃいましょうか。シアさん、お、2階にいるね。話をしよう。お、なんか仲良くやってるけど。きっとお花も喜んでますよ。お、出来上がった？おー、なかなかいい感じじゃないの。どうですか？とても綺麗じゃないですか。ありがとうございます。なんだか恥ずかしいです。これなら僕たちの気持ちも伝わりますよ。こうしちゃいられない。ありがとう、シアさん。頑張ります、もう。おお、こんな綺麗なお花の花束を、カバンの中にしまうなんてもったいないね。このまま行こう。グールルファさん、持ってまいったぞ。よし、直で渡していく。こんなもので気を引くおつもりですか？頑張って作ったのに。そういうんじゃありません。この花束には、街の人、みんなの気持ちが詰まっています。受け取ってください。綺麗な花、でしょ。もう私一人が意地になってもしょうがないんですね。お、心解きほぐれていくかい？交流戦の日程は決まってるのですか？あなた待ちです。おー、来ましたね。それじゃあ、勘違いしないでください。勘違いしないでよね。まだ人間を許したわけじゃありません。まあ、実際交流してみて決めるでもいいと思うんだよな。そのきっかけになりましょうよ。一人迷惑をかけてまで画を通そうと思わないだけです。クルーファさん。日程は決まっているのですか？クルーファさんに納得してもらったから決めようと思ってて、まだ決まってないんです。私たちはいつでも大丈夫。そちらで都合のいい日を決めてください。詳細が決まったらまた来ます。お待ちしています。クルーファさん。ありがとうございます。どういたしまして？でもまだちょっと顔つきは険しいですね。まあ、警戒しているというか不安感もあるでしょうからね。交流祭でそれが解決してくれるといいですけどね。では。ベルさん、話は通ってきたぞ。おはようございます。顔が笑っておるぞ。どうやらうまくいったみたいだな。シアさんの花束のおかげだね。交流祭の日程、開催日なんですが、夏の21日はどうでしょう。おお、妹くんから自分から設定するんだね。その日は確か何もなかったはず。よかろう、交流祭は夏の21日に取り行う。みなにあわしから伝えておこう。集落の方を頼んだぞ。あ、ちゃんと伝えに行くんだな。これで伝え損ねましたで当日迎えたらもう絶対交流祭どころじゃないからな。また水深まるからな。交流祭の日付が決まりました。夏の21日に行います。あなたがこれだけしつこく誘ってくるということは、祭り当日はご一緒してくださるんですよね？もちろんです。初めてお会いする方ばかりなので不安もあるんです。エスコートいたしますよ。クルルファさん。イモさんが一緒なら大丈夫です。おお、という感じですね。4日後か。楽しみにしておきましょう。おお、そしてもう帰ってくださいって言われなくなってる。もう読まないんですか？ウォンドルファほどではありませんが、多少なら読みますよ。やっぱりって何ですか？なんだか本を読みそうなイメージがあったので。やはりメガネかい。メガネだからなのかい？あれ、チョコレートケーキ用意してあると思ったけど、持てなかったね。じゃあちょっと、プレゼント、ちゃんと受け取ってくれるようになったんで、チョコレートケーキ持っていてあげよう。うおぉ。グルファさんと添い取りたいという人は、ここからが本番っていう感じなのかもしれませんね。チョコレートケーキでございます。
ありがとうございます。仲深めちゃっていいんやで。シーヤさん。あ、そうだった。マリオンちゃんのお誕生日、シーア特製おひたしをプレゼントするつもり。おひたしの方が喜ばれるんかな。遺跡を研究してるという旅人が森にいた。戦場は一体何を思ってこんなもの。知らない方が幸せかも。おひたしね、ちょっと作ってみようか。鍋だったよね。ほうれん草だけで作れちゃうよ。茹ですぎると食感がなくなり美味しくなくなってしまう。難しいね。俺がおひたし作るときは、電気ケトルのお湯で軽く湯がくだけだったけど、やっぱりそれじゃダメなんだろうな。こんにちは。ちゃんと鍋で沸騰させたお湯で作った特製のおひたしがあるよ。お受け取りください。まあこれもらっていいの？誕生日に好きなものをくれるなんてさすがにもうわかってるわね。ぼちぼちかな。まあ喜んでもらえたしよかったかな。ウェールズさん。穴の種を買いに来たよー。あ、そういえばアクティブシード全然使ってなかったな。ジャックランタンがいるとかいろいろありますけど。アクティブシードってレベル上がるんかな？上がらないのかもしれないけど。この辺といろいろ戦っていくのもちょっと面白そうではあるよな。マジック空豆。モンスターをアイテムに変身させる？これめっちゃ気になるな。ちょっとまた今度。アクティブシートでいろいろ楽しむ回もやってみてもいいかもしれませんね。ま、それはそれとして。青水晶をたくさん育ててみよう。間違えた。リセットと買うを毎回間違えちゃうんだよな。たくさん買って、たくさん植えるよ。空いた畑に青水晶。全部レベル10っていうのが気分がいいね。でも薬学で使うときってレベル上がってなんかいいことあるんかな。まあその辺も実際に試すのは今回初になるでしょうから。どうなるでしょうかね。シアさんチョコレートケーキ持ってるな。好きなんかな。渡してみよう。普通でした。シアさん自身ではなく誰かにあげる用のチョコレートケーキだったっぽいなあれ。店は臨機応変に真心サービス、客層に合わせて必要な商品を揃えておく努力も必要だよ。わかったね。僕ですか。もう将来ダイヤモンドを継ぐだろうお前っていう風に見られてんな。別にいいんですけど。まあ交流祭が過ぎ去ってからなんか恋人関係進展していくっていうのも仮にあるかもしれませんので、まあのんびりと気長に期待して待ってみましょうかね。フリーマーケット、あ、フリーマーケットも夏だったか。こちらも楽しみですが、交流祭予定表にも書かれましたね。こちら楽しみにしていきましょうといったところで今回はここまでとなります。はい、ありがとうございました。